続いてご紹介する企業様ですが、はい、ミシェルさん、うん、町にある不動産事業所さんって、うん、実はコンビニよりも数が多いってご存知でした？へー、うん、全然。そうですよね。本当に不動産、うん、何倍も実はあるんです。でも駅前とかに必ず2つ3つあるもんね。そうなんですよね。そうか。そうなんです。それびっくり。まあ、正直コンビニよりも身近に感じる存在ではなかったという方が多いかもしれないんですけれども、ね、今回はそんな不動産業界のイメージや仕組みを変えていこうという熱い志をお持ちのこんな企業様です。私たちにとって欠かすことのできない存在、それは住まい。しかし近年、不動産業界を取り巻く課題は増え続け、空き家問題だけでなく業界全体に多くの問題が生まれ始めていた。必要に迫られる大きな改革、そんな時代に新たな風を吹き込んだ男がここにいる。不動産研究会株式会社代表取締役山田大輔。全ての不動産会社のビジネスパートナーとしてより良い改善をサポートする不動産研究会株式会社では、代表を務める山田自身が培った専門的な知識や経験を軸に、社会が求める需要と供給を的確に読み取り、不動産業界に潜む問題解決のため最善のサービスを提供し続けている。今回は山田大輔をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。山田代表のこれまでの経歴と、はい、その研究会を立ち上げるきっかけってどういうことだったんですか？はい、学校卒業してからはですね、まあ、いわゆる大手の、まあ、日本一の管理会社ですね、そちらの方に入社をして、まあ、現場の仕事もやり、本社の企画のような仕事も携わって、まあ、15年ぐらい勤めてました。不動産会社さんと触れ合ってる中でですね、これはこういう問題解決にですね、もっとこう特化して仕事をできたら楽しいだろうなというふうに感じました。で、自分でまず不動産会社を作ってですね、まあ、売買の仲介の小さい会社なんですけれども、そうするとまあ出てくる、まあ、いろんな問題がやっぱりあります。で、それをこう自分の中で実体験として感じましたので、で、まあ、当然並行してですね、不動産業界 のいろんな課題を解決するための、まあ、問題というのを一緒にこう勉強して、まあ、いろんなところにも顔を出してですね、今後解決するための、まあ、情報発信をメインにやっていこうということでこの会社を設立しました。今不動産業界全体のことをちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、事業者数としては今どのくらいいるんですか？はい、不動産業はですね、免許のいる仕事ですので、この免許を登録している数で言いますと、はい、だいたい12万3500事業者がいます。で、いわゆる事業所数ですね、これは、ある機関が発表している数字なんですが、約35万拠点があります。35万。はい、35万という数はお二人ともきっとですね、はい、コンビニエンスストア使われると思うんですけど、はいはい、これ5万5000しかないんですね。あれだけあって5万5000しかないですか？はい、きっとね、女性の方は美容室も行かれると思うんですけれども、はい、美容室もたくさん見かけますよね、はい、この数を合わせても35万には届かないんです。コンビニと美容室合わせてもですね、だそれだけ数があるんですね。でも多分そのことを感じてる、なんて言うでしょう、消費者の方って少ないと思います。まあ、これが問題かなと思いますけど。でも言われてみればあるよね。どこにだって小さな駅にだって不動産あるしね。さすが、ありますよね。さすがですね、はい、あるある。一つの駅に3つ4つある時ありますもんね。あります、あります。現在35万を超える事業者数を持つ不動産業界だが、内情には多くの問題も存在しているという。その問題点について詳しく話を聞いてみた。不動産業界が今までは、まあ、人口が増えていく中で、まあ、そこそこ普通にやってて儲かっちゃったんですね。ところがこれからというのはそうはいかない時代になるのに、まだまだ時代に追いついてないんですね。今これだけ IT と言われているのに、もうすべてこうファックスであったり印鑑であったり手書きの書類であったりですね、
まあ、あとは現地に行って対応するとか、そういうもう人の力に頼り切った仕事が多いということと、いろいろな情報が進んでいくことによって、本来はもっとスマートにできることっていうのがスマートにされてないっていう、非常に旧態前とした業務体系が多いということですね。先ほど12万3500と言いましたけれども、それだけこう数が多いということは、一つ一つが小さい 2,3 人でやってるような店舗も非常に多いんですね。そうするとこれからは後継者の問題もありますし、少子高齢化によってお客さんが減るだけじゃないんです、こう働いてくれる人がやっぱり減ってしまう、はい、労働集約型の産業なので人手に頼ってるのに、それをやってくれる人手が今度は確保できないとなると、業務自体が回らなくなってしまうと、やっぱこういう課題がありますね。そのあたりを今そのアドバイスされてるわけですね、いろんな。そうですね、アドバイスといってもコンサルティングのようなこう抽象的なものではなくて、具体的にいろんな便利なツールっていうのがもうすでに世の中にあります。ただ知らないだけなんですね。それをこういうふうにやったらこんなことができるという情報として、もう具体的にお届けするということをやってますね。例えばですね、皆さんクレジットカードをお持ちだと思うんです、はい、もう今や公共料金もそれから医療関係の費用だってクレジットカードで決済できます。でネットで当然いろんなものを皆さん買われますよね。ところが不動産の支払い、特に賃貸物件の例えば家賃とか、はい、仲介料とかですね、こういったものがクレジットカードで払えてるパーセンテージって何パーセントぐらいだと思います、うん、ほとんどじゃなくて、でもクレジットカードだダメですっていうところ多いですよね。あるな、なんか必ず振り込み引き落とし。そうだ、当社がこう調査をいろいろしてるんですけれども、賃貸住宅に入居した経験のある方、うん、だいたい2700名ぐらいの調査だったと思います。行ったところですね、家賃をクレジットカード、自分の持ってるクレジットカードで払いたいっていうニーズは 50% 超えてるんですね。ところが実際じゃ払えてますかという人を調査すると 8% しかいないんです。やっぱりまだ少ないですね。全然なんだ。これにはいろんな実は問題はあるものの、やっぱり不動産会社やその不動産事業を行っているオーナーがそういう消費者ニーズに応えようという積極的な姿勢がまだちょっと足りないというふうに思います。ところがこれも非常に簡単にですね、取り組むことができる、取り入れることができるサービスがすでにあるんですね。それをこう解決する手段として、そういうカード決済サービスっていうのはこうやってできますよというようなことを不動産会社さんにご提案したりしています。今後どういうふうに変わっていってほしいなって思ってらっしゃいますか。これから団塊の世代がこうリタイアをしていって、例えば相続であったり売りたい貸したいということがあったときに、やっぱりそれをその土地で専門にやってくれる人がいないとですね、うまくやっぱ回らないんです。ゴーストタウンになってしまったり、建物が傷んでしまったり、本当だったらこんな有効な活用ができるものがそのまま放置されてしまうということが起きてしまうので、より多くの不動産会社さんにきちんと、社会に貢献できる形でですね、生き残ってほしいというふうに思ってます。さまざまな問題を抱えている不動産業界だが、今後生き残るためにはどのようなことが必要とされるのか、その点についても話を聞いてみた。正直その不動産会社がもっとその社会の役に立っていろんな人に支持をされて存在価値を認めてもらえるための方法っていうのはたくさんありますが、今のこう目の前の仕事がどうしても忙しくて、どうしてもそれだけをやって終わってしまってる。そこからですね、こう一歩踏み出して、時代にこうついていくというか、時代の流れにきちんと乗っかっていくということをやることが必要だなというふうに思います。その不動産業に今携わっていらっしゃる一番 の, その、感じる魅力、この業界の魅力ってどんなところですか。はい、住むっていうことは、生活インフラの本当根幹ですよね。住むということだけでなくて、こういう働く場所であったり、全て場所に絡んでますよね。こういったところを必要とする方っていうのはたくさんいらっしゃいます。これを本当にいい形で結びつけた時 の, そのお客様からいただけるありがとうっていうのは何物にも買う買い難い。それとやっぱり不動産のこれからの未来は日本にとってはですね、大変大きな意味を持っていると思います。少しずつでもいいので、その今までこうできなかったことが日本でもできるようになって、生活のこう何かがですね、もっともっとこう便利になっていったらいいなと思ってますので、それをこう実現できるんじゃないかなっていう事例がですね、本当に細かいことですけれども、今まであったので、ここがこう私にとっての仕事のやりがいというか魅力ですね。
マンションにあの宅配ボックスが後付けできるかどうかっていうの、今結構注目されてるじゃないですか、はい、あれってやっぱ難しいことなんですか。分譲マンションかそれともその賃貸のマンションかで随分違いますけれども、はい、まあ、結論だけ言ってしまうとできないということはないですね。エンドユーザーさんとのコミュニケーションっていうのがその賃貸の事業者さんであったり、まあ、不動産会社がもっと取る環境にあればですね、きっと皆さんもっと満足していただけると思います。例えば不動産を探すときに皆さんインターネット使われてると思うんですね。皆さんあれ便利だと思ってすごい使われてると思うんです。私すごく課題があると思ってます、はい、皆さんがですね一生懸命こう検索条件を入れてますね、うん、宅配ボックスがある物件がいいな、宅配ボックスがある物件ってチェックすることはできますが、うん、もしかしたらですね宅配ボックスはその物件にないんだけれども目の前にあの宅配の受け取りができるコンビニエンスストアがある物件、そっか解決しますね、はい、それで実は他のご要望は全て解決できる物件がもしかしたらあるかもしれませんよね。あの方法だけではそういったものを探せないんです。プロがあのそのご要望エンドユーザーのリクエストを吸収して、で あなたの要望はここですよね、じゃ あの直接的ではないけどこういう方法で実は解決できて、そこを認めていただけるんだったら他のリクエストは解決できる物件がここにはありますと。当然お家賃とか場所とかいろいろありますから、そういうことがもし歩み寄れるような環境があったらですね、もっともっとあの不動産会社を身近に皆さん感じていただけるんじゃないかなと思います。私たちの生活を支える住まい、その業界から新たな形を作り出す山田大輔、そんな男が見据える今後の展望とは。より多くのですね不動産会社さんにそのいろんな情報、本当にこう役立つ情報っていうのは本当にいっぱいあるんです。それをきちんとお届けしたい。それで情報を届けるだけだったらですね、ニュースペーパーでもいいんですね。やっぱり私自身がその不動産業を経験したということが一つの武器なので、じゃあその情報を本当にうまく活用するためにはどこをどうすればいいのかっていうところを踏まえた情報発信、これをしていって不動産業 その業務効率が上がって、ひいては皆さんの不動産業界に対するコミュニケーションが上がっていってですね、より良くなっていくのが私の夢ですね。では最後になりますが、はい、格言大事にしているお言葉教えていただけますか。はい、市政通天という、これ吉田繊維松陰先生の、まあ、お言葉ですけど、まあ、本当に大事にですね思ってずっとこう頑張って積み重ねていけばどんなものも、まあ、最後にはこう到達できるよっていうような、そんなような意味合いの言葉です。千里の道も一歩からっていう、ね、言葉にもありますけど、まあ、一つ一つのことを大事に少しずつでも前に進んでいきたいというふうに思ってます。ありがとうございます。いつまでも我々の良きアドバイサーで今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。